おお。ああちょっと詰まってるな。パソコンの壁紙にできそうな。遠くまで見えますね。おはようございます。さなちゃんだ。今3時57分。午前3時57分です。今から出発します。今日も頑張りましょう。はい、それでは出発します。アスファルトがボコボコだな。真っ暗ですね。どうしよう、ここを左ですね。え？全然見えねえぞ。薄暗いな。よいしょ。トレーラーがついてきてるからちょっと暗くて見えねえな。よし、オッケー。これで高速に合流します。はい、ということで高速道路に合流しました。今はサウスカロライナ州の、なんて読んだろう、 INMAN イヌマン、わかんない、 INMAN なんて読むんだろうね、インマン、インマン、ヘイシ。今回のお届け先はメンフィスなんですけど、下回りのルートでアトランタ方面へ一回降りてから行くルートみたいです。あれ I-85 のサウスに行きたいんだけどな。もしかして工事で封鎖してる、行けない系。あ、クローズしてんだ。あ、行けるの、行っていいのかな。あ、行っていい、行っていい系か。すごいね。あれ違うな。あ、これでいいのかな。あれ俺間違えちゃったかな、道合ってるな。おお、すごい。満月か今日。綺麗な月だな。いや、月が綺麗ですね。めっちゃでっかい。まあ、カメラではちっちゃくなっちゃってるかもしれないですけどね。オレンジ色の大きな月が出てますね。そういえば早朝のドライブ最近なかったですよね。ドライバーマネージャーが最近変わったんですよね。前のマネージャーの時はね、早朝のドライブが多かったんですけど、今のマネージャーは夕方のアポイントを取ることが多いんで、あんまり走らなくなっちゃってたけど、今日はね、お届けのない日なんですよ。だから中日で一日ドライブする日、お客さんのところに行かない日です。だからまあ自分でね、ある程度自由にスケジュール組めたんで、早朝走るプランにしました。僕はこの朝3時4時ぐらいから走るパターンが好きですね。体力的にも、もともと朝方人間なんで、夜はねしんどいですね。今5時20分です。午前5時20分ジョージア州に入りました。サウスカロライナ州からジョージア州に入りました。昨日ね、アトランタから今日朝いたところまで走った道を逆に走ってます。だからちょうど今真っ暗で見えませんが、昨日綺麗だなって言ってたあの湖のところを走ってます。まあ、真っ暗でね何も見えませんけど、
はい、もうすぐウェイステーションです。なんて言うんだ、トラックバイパスと出ましたね。はい、トラックバイパス、ウェイステーションはバイパスです。あ、というか今の時間はクローズしてるかもしれないですね。6時23分になりました。だいぶ空が明るくなってまいりました。もうすぐアトランタの中心に入るんですが、交通量もだいぶ増えてきました。本当は混雑する前に抜けようという計算だったんですけどね、やっぱりちょっと間に合わなかったですね。ここから先おそらく渋滞なんじゃないかなと思います。また車線も多いし、みんなねこう割り込みで来るので、安全運転で行きたいと思います。やっぱりアトランタの手前から渋滞が始まってしまいました。まあどれくらい抜けるのにかかるんでしょうね。20分か30分かかるんじゃないかと思います。まあのんびり行きます。はい、今 I の85番から I の285番へ分岐しています。ここから先はもう渋滞は解消されるんじゃないかなと思います。I-285 をウエストに向かいます。さあ流れてくれ、流れてくれよ。もう一個左行こうか。入れてけろ、入れてけろ、ありがとう。よし、こっから空いてくれることを願う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 。よくあのこういう工事区間にダブルファインっていうサインが立ってるんですけど、ダブルファインのファインはあの I'm fine のファインじゃなくて罰金っていう意味のファインなんでね、いい意味じゃないですよスピードオーバーしたら罰金が倍になりますっていう警告です。あー、ちょっと詰まってるな、詰まってるな、詰まるな詰まるな。まあでも流れてるか、まあでも流れてるか。完全に止まらなきゃいいぞ。 I の285番っていうのは、まあ環状線みたいな感じでアトランタの外周を回るんですよね。さあ今だからアトランタの北側を回って西に抜けようとしています。あー詰まってるな、詰まってるな、あーだいぶ詰まってるな。もうしょうがないな、今日はお客さんのところに寄りませんのでね、途中1回給油して30分休憩を挟んで、もうそれだけの動画ですよ。今日なんかもう5分ぐらいじゃないですか動画とか言って喋っちゃったらね、長くなっちゃうかもしれないけど、車間を開けてるのはね、皆様が割り込むために開けてるんじゃないんですよ。止まれないんですから、入ってこないでよ、入ってこないでよ。ほら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 、危ないんだよ、ほら。頼むよ頼むよ頼むよ。なんかさっきも超ノロノロの徒歩みたいなスピードしか出ない渋滞だったから、これでもなんかマシだなって思っちゃうな。サウスキャロライナからメンフィスに行くルートって北回りと南回りとあるんですよ。で北回りはどうしても山を越えなきゃいけないんで燃費が悪くなるということで南を使えと言われるんですけど、南はその距離が長くなるのと、あとこの渋滞ですねがどうしてもあるんで、どっちが燃費いいんだろうね。それでもやっぱり山走るよりは燃費がいいんでしょうね。今日は朝の4時から走ってますけど、いつの間にか太陽昇ってましたね。なんか方角が西に向いて走ってるから背中から知らない間に上がっちゃったな太陽さん。いや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 、はい、ここから I-20 インターステートの20番に乗り換えます。もうアトランタを抜けましたので、ここから先は渋滞はないんじゃないかとさっきも同じこと言ってた気がするけどな、こっから先はもう渋滞はないんじゃないかと思いますけどね。上り坂の合流はきついね。入れてください。はい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 。もう渋滞はない。もう渋滞はないでしょう。ね。
ないことを願います。おお、いい眺めですね。遠くまで見えますね。ちょっと広角の車載カメラで見れるかわかんないですけど、今日もいい天気になりそうですね。今のところ順調ですね。渋滞もなく、反対車線はね、いわゆる上り、あのアトランタの中心に向かうやつなんでちょっと渋滞してますけど、こっち側はスイスイですね。言うのが怖いんだよな。言うとさ、混むからね。フラグってやつだよ。おー、いいね。森の中を走っております。ね、背が高いですね。今ちょうど時間帯、日陰になる時間帯なんですね。左側の木々は光を浴びてキラキラしてますね。最高だな。トラックのね、椅子がきしむんですよ。キキ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 って言ってるんですけど、なんか日暮らしの鳴き声に聞こえてきますよ。こんないい景色を見てたら。朝だけど、今回は荷物も軽いしね、運転が楽ですね。問題は時間だけだな。明日の午前1時にお届けするんですよ。でとだと間の音言っちゃった。だって言っちゃった。で、1時間ぐらい離れた会社のターミナルに行きたい。で、会社のターミナルを1時間早く出たいから、今日の夜11時には出たい。23時で10時間休憩を挟んで23時に出たいので、23から10引くと13時、だから途中休憩入れて給油して、その時間を入れてもターミナルに着くのが午後1時であってほしいという計算ですね。まあ今余裕を持って1時間前に出たいという計算なので、最悪午後2時っていうことですね。まあその段取りで行けるかどうかっていうところですね。このまま渋滞がなければね、多分大丈夫だと思うんですよね。休憩入れてぴったり1時ぐらいにつけるんじゃないかと思ってるんですけど。はい、Welcome to Sweet Home アラバマというサインがありました。アラバマ州に入ります。アラバマ州はですね、意外と警察が取り締まりが厳しいもんで、より一層の注意をしていきましょう。今日も天気がいいですね。非常に気持ちのいい青空って感じ。これ駐車禁止、駐車禁止、駐車禁止って書いてあるのはですね、ここ夜時間切れになっちゃったトラックドライバーが止めちゃうんだと思うんですよね。まあ僕も最悪そういう時が来るかもしれないけど、でも仕方なくね、どっちの違反を取るかみたいなことになるわけですよね。 HOS っていうんですけど、まあトラック運転手が運転できる時間って細かくルールがありまして、まあ、それを超えて運転すれば当然違反になりますよね。でも時間切れを起こしちゃったからといって、ああいうところに止めちゃうと、それはそれで違反ですよね。だからまあどっちを取るかみたいな、朝まで捕まらないければ逃げられる路上駐車を選ぶか、 HOS の方は8日間かな、遡って調べられるので、8日間逃げ切らなきゃいけない HOS のバイオレーションを選ぶかみたいな。本当に寝床はみんなね、日本もそうでしょうけど、取り合いっこなんで、なくなっちゃった時はもうしょうがないですよね。トラックストップの他にね、あのウォルマートとかで止められるところもあったりするんですけど、僕はその陣地争いみたいな争奪戦なんですよ、夜。結構この大型トラックでね、みんなやり合ってるんで。はい、ウェイステーションです。どうでしょうか。はい、プリパスグリーンになりましたので通過します。バイパスです。まあ、今回の荷物は昨日言ったかもしれないですけど、オニオンブレッド
玉ねぎパンの生地なので軽いんですよ。いつもの半分以下ですね。だから重さは測られてももうエンプティーみたいなもんですよ。僕はあの運転中はあのラジオを聞いたりしてますけど、たまに YouTube の音声だけね聞いたりしますよ。まあ、画面はナビゲーション出して見てるんですけど、音声だけね、音声だけ聞いてます。で自動再生にしておくとどん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 次々チャンネルを回っていくんで、日本のトラックドライバーさんの YouTube 面白いですね。声しか聞いてないんですけどね、いろんな人がいますね本当に。でやっぱね、共通して言えるのは、俺もそうだけど独り言じゃん、言ってみたら。だって同乗者いないのに一人で喋ってるからさ、独り言だけどさ、なんかもうおかしくなっちゃって一人で笑ってんだよね。あれ普通に考えたら変だよね。あれっていうかこれだね、俺もそうだから、指示語がおかしいね。いやー変だよね、自分で言って自分で笑ってんだもんね。何がおかしいんだろうと思うけど、そうでもしないとさ笑うことなんかないんだもん本当に。ずーっと運転してるだけだからさ、なんか喋ってておかしくなっちゃうんだよね、笑っちゃうの。気持ち悪いと思ったら肝って書いといて優しい言葉でコメント欄に肝って書いといて。いや俺自分でねいつも編集してるんだけど、あんまり聞き返さないんですよ正直。喋ったところは編集ソフトで、波形が触れてるんで、その音声の波形が触れてるところだけパッパッパッて繋いで、ザーッとザーッと倍速で聞き返して、はいって感じで。だからちゃんと聞けてないし、言葉が繋がってないところも多いと思うんですけど、それね聞き返しちゃうとね、やっぱり1時間2時間平気でかかっちゃうから、もう編集にはねちょっとあんま時間かけられないんでね、ちゃちゃってやっちゃうんですけど、だからたまにその自分のフッテージを聞いた時のね気色悪さね、自分で言って自分で笑ってるよこいつみたいなね。いやもう思われてもいいけど、でもさ何でもないんだもん本当に。自分で喋っててさ、ブーって暗くなるよ本当に。暗いあーとかうーとかしか言わなくなっちゃうよ本当にでもそういう動画も出したらいいんだろうね。でもなんかそういう動画の人もいましたね。30分ぐらいずっとトラックの音しか聞こえない。だからさ画面が見えてないからさ、チャンネル名が分かんないんだよ、チャンネル名が覚えられないの。で後から見返して、あこの人こういう名前なんだみたいなのがね分かるっていう感じでやってるからさ。いやーほんとあのおじとらさんっていう人は落語家さんみたいに喋りがうまいですよね。あと土曜の夜はポンタだよみたいな出だしの人、あの方は話し声がちびまる子ちゃんみたいですね。僕画面全然見てないから本当に変なこと言ってたらすいませんね。あとねなんか男の人でね、なんか自分でバババって喋って違うかって言ってハハハハって笑ってる人いる。ああいうなんか楽しい動画がいいよな。やっぱどうしてもね、やっぱ時間が焦ってるとかさ、おトイレ行きたいとかなるとさ口数減るからね、楽しく喋りながらドライブしたいなと思う。なんかほら俺も偉そうにさ前々の動画でさ、ぜひサムライダードのトラックの助手席に乗った気分でなんつっちゃったからさ、人乗せといてさおもてなしもせずにさ喋らないで黙って運転しててもしょうがねえからさ。だってほんと多分つないでさ、動画つないで綺麗だなー、すげえなー、水面だなーとかしか言ってないからさ、なんかちょっとそこテコ入れしたいなと思いつつ、まあ、日々の仕事に集中してこんな感じになっちゃってるんだけどね。まあ、それでも本当に皆さん見ていただいてね、チャンネル登録もどん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 増えていて、もうあと少しで1万人ですよ。ね、このあと少しがなかなかいかないのが YouTube ですけど、まあこのトラック Vlog はね前から言ってますけど、再生数とかね
登録者数とかっていうよりは皆さんに本当お見せしたい風景をお見せしてるっていうだけなんで、あとはねチャンネルのそのコメント欄でね、動画のコメント欄で交流できたらなとは思ってるんですけどね、だって本当に再生回そうと思ったらさ、もっとエンタメにしていくよね。アメリカのトラックドライバーさんとかのさ YouTube なんてあれですよ、多分ですけどわざと狭い道走ってわざと狭い駐車場止めたりしてんですよね、多分狭い狭いってそればっかり乗せる人めっちゃ再生されてますもんね。でそうなってくると趣旨が変わるじゃないで、まあそれはオーナーオペレーターになってさ好きな道走ってさ、ね、狭い駐車場止めてさ、それはあのニューヨークとかさあっちの方行きゃ狭いお客さんもいっぱいいるだろうからさ、そういうとこ行ってさ何十回も切り返してさ入る入らないってやってれば再生数は上がるだろうけど、そうじゃないからね俺の場合はそれが楽しいかもしんないけどな、いやたまたまそういうとこ行ったらそういう動画になるかもしんないけど、自分で選んではやらねえだろうなと思いますよね。いやもう YouTube も今もうやっぱ再生稼ぐためにさみんないろいろねチートするっていうか、それが当たり前になっちゃってるから、まあ、車の洗車の動画、高圧洗浄機で車洗車していく動画とかもその部類なんですけど、もう最近は車汚してますもんね事前に、うん、ドロッドロにしてから始めてますからね、もう本来の趣旨と変わってきちゃってるみたいなね、うん、まあまあいいんですよ、僕はぼち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 毎日出せるだけ、毎日出せなかったら3日に1遍ぐらい、うん、でも今のところこのペースなら毎日出せてますね。一応夜ほら10時間休憩とかありますから、そこであの飯とか食ってる間に動画取り込んで、で編集は僕は早いんでチャチャチャってやって30分ぐらいで書き出すと、で寝てる間に書き出しておいて次の日の朝アップロードかけとけばそこから2時間ぐらいでアップされますからね。まあよっぽど疲れてて編集もできないぐらい疲れてたりとか体調が悪い時はもう諦めて編集なしで後回しにするか、もうその日の動画をボツにするかっていう感じに、ね、なると思いますけど、まあできる範囲で継続っていうのがこのチャンネルのやり方ですよ。だからまああんまり皆さんも期待せず期待しすぎずに、ね、期待せずにはおかしい ね、登録してもらってさ期待するなんて変だもんね。いや自分が登録者だったらなんかあんま偉そうなこと言われたらおいおいおい登録したのにさってなっちゃうから、まあ、仲良く行きましょうよ、ね、いやほんと綺麗な景色だな、もう毎回ワンパターンのフレーズで申し訳ねえけど、いや綺麗、窓とか開けてマイナスイオンとかを感じたらいいのかな、これ。おーめっちゃ綺麗、うわお最高。いやー綺麗だね、左側ずっと湖だ、カメラには映ってないかもしれないけどな、いやー綺麗、本当に綺麗だね、左側の湖とかもすごい大きいね。なんかまだあの辺レイクフロントに新築建ててるね。ねえ、こういうところに家欲しいよね。レイクフロントの家とかな、もうフロリダだったらミリオン超えちゃうもんね。この辺はどうなんだろうか。おお、これまたいい景色。これまたいい景色ですね。こっから上り坂かな。天気がいいとね、もう何でも綺麗に見えますね。なんだ左のあのピンク色の花は何の木かも。すごい綺麗。いや気持ちのいいドライブですね今日は。はい、今朝の8時37分です。アラバマ州のバーミンガムを通っております。
都会ですね。 I-65 のノースに行きます。あ、いい天気が続いてますね。アラバマ州の景色もいいですね。アラバマ州は海沿いのモービルっていう町はね、何回か高速道路で通ったことありましたけど、うちのママちゃんはね、ルイジアナ州のニューオーリンズの学校に通ってたことがあったんで、よくねフロリダからロードトリップで遊びに行って、その時にねアラバマ州ちょこっとだけ海沿い走るんですよ。それくらいしかなかったんですけどね。いや、山の方来るとこんな感じなんですね。綺麗ですよね。さっきね、あのゴミ拾いの作業員の方たちがいて、やっぱ景観をちゃんとねお金かけて綺麗にしてるんだなっていうのが分かりますよね。すごい綺麗です。はい、高速を降ります。今6時間連続で運転したので、ちょっとこの辺で一旦30分のリセットを挟んでおきたいと思います。今日はもうトータルで9時間半とか10時間とか運転すると思うので、この辺で一旦30分休憩して残りの時間を戻したいと思います。はい、トラックは直進。あんくらい大きなサインがあるといいですね。給油はここではしません、会社から言われてるのはもっともっと後の話なんで、30分休憩を取るために来ました。どこか駐車場が空いてればそこに入れて、あ、めちゃめちゃ空いてますね。よいしょ。ハトさんごめんよ、ハトさんごめんよ。いや、休みから帰ってきてからバックが下手くそだな。こんな広いなんでもないやつ。はい、今ねラブズでお手洗いしてたんですけど、急に思い立ってシャワー浴びちゃいました。たまたまサンダル履いてたんで、タオルとねソープは用意してくれるんで、そのまま入っちゃいました。昨日も一昨日もね入れなかったんで、僕はあのラブズは毎日リワードでシャワー浴びれるんですけど、なかなかラブズで泊まれないもんで、入れる時に入っておこうということで入りました。仕事中の休憩でシャワー浴びたの多分初めてですね。今朝9時40分ぐらいですからね、朝風呂ですよ、朝風呂。めちゃめちゃ気持ちいい。後半戦も頑張りたいと思います。コーヒーリフィルしてきました。はい、じゃあ出発進行、旅路に戻りましょう。今アラバマ州のジャスパーというところにいますけど、
外95度ですね。もう30度近い。よいしょ。今日の夜はですね、メンフィスのターミナルに入れようと思ってるんで、まあ時間通りそこに行ければまた夜ターミナルでシャワーが浴びられます。5月にたくさん走ったので6月は毎日シャワーが浴びれるステータスになったんですよね、ラブズのリワードメンバー。今月もたくさん走ってるので来月は毎日入れるはずです。ただラブズに毎回行くとは限らないから、行けた時にねシャワーを浴びるって感じで、行けなかった日はもうタオルで体拭いたり、体拭くワイプみたいのも持ってんですけど、あんまり使わなくなっちゃいましたね。もうもっぱら掃除用になっちゃいました。体拭くとね、なんかなんていうかな、モイスチャライザーみたいな、日本語でなんていうんだっけ、あの保湿剤みたいのが入ってるんで、なんかちょっとぬるっとするんですよね、拭くと。なんかさっぱりしたいんで、僕はペットボトルのお水タオルに含ませて体拭いて、で仕上げは体にアルコールスプレー吹きかけてひんやりさせて、消毒用のアルコールですね。まあなんとなく2日間ぐらいだったらそれで乗り切れますね。3日目4日目になってくるとさすがにタオルじゃってなってくるんで。でもあのシャワーもね、1回浴びたら18ドルとかしますからね。やっぱり自分のお金で払うにはちょっと高いなという気がするんで、まあでもそうですね、スーパー銭湯とか行ったらそれぐらいかかりますもんね。まあでもサウナもねえし、バスタブもねえし、ただシャワーだけだからな。スーパー銭湯と比較するのはどうかって感じもするけど、まあとにかくさっぱりして、こんなさっぱりした気持ちでね仕事できたら最高だ。朝風呂入っちゃったよ。夜中にターミナルから出発するときに目覚ますために熱々のシャワー浴びて目覚ましてから仕事始めるってことはありましたけどね、こんなお日様が当たったようなこんな時間帯に仕事中にシャワー浴びたのは初めてですね。癖になりそう、めっちゃ気持ちいい。いやー綺麗な景色、これぞロードトリップって感じですよね。こんな綺麗な景色ありますか、本当に。ロードトリップじゃないんだけどさ、仕事なんだけど、最高だよね。いやーいいね。なんかもうこのままキャプチャーしてね、パソコンの壁紙にできそうな、すごい綺麗。絵はがきだよ、絵はがき。もう今絵はがきなんかないのかな。日本書いてないか分かんないけど、すごいね。いやー気持ちいい。はい、今ちょうど朝11時です。アラバマ州からミシシッピ州に入りました。道路の色が変わりましたよね。さっきまでコンクリートのグレーだったのがなんかちょっとベージュっぽい道路の色に変わりました。ミシシッピ州も景色は綺麗です。最高です。いやー綺麗だな。あの今芝刈りたてですね。芝刈り機が走った跡がありますよね。綺麗なストライプになってます。このベージュの色の道路面白いですよね、まあ、カメラでどう映ってるかちょっと分かんないですけど、フロリダとかはねもう本当にコンクリートの真っ白って感じの色してるんですよね。眩しい感じの。さっきまではグレーだったんですけど今ベージュになりました。これハワイとかもねベージュだったんですよ。だからこれコンクリートに赤土とか混ぜてんじゃないかなとか思うんですけど、どうなんでしょうか。あー下り坂です。いやー景色がいいですね。見晴らしが遠くまで見えますね。最高。
はい、1マイル先ウェイステーションと書いてありますね。フリーパスサイトフォローインキャブスケール、フリーパス対応ですね。また走りながら測られます。はい、ここら辺で測られます。はい、フリーパスグリーンになりましたのでバイパスです。ありがとうございます。あ、なんか橋を渡りますね。テネシートンビグビーリバー。あ、川見えましたね。おお、揺れる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 。今お昼の12時を過ぎました。相変わらずいい天気です。ミシシッピ州のインターステート22番、I-22 を走っております。この辺の木は手入れされてるんでしょうかね。みんな同じような背の高さで揃ってるんですけどね。面白いですよね。右も左も両方同じような背の高さ、形も背の高さも同じくらい面白いですね。おお、この池も綺麗ですね。やっぱり水がある景色はいいね。さあ、朝4時から運転してますので、もうぼちぼち運転時間も8時間になってきました。途中1回休憩入れましたけどね。あと20分ぐらいのところにあるラブズで給油して、それからターミナルに向かいます。給油時間を合わせても1時までにはつけるんだと思いますね。1時につければ13時だから10時間の休憩入れて23時に出発できますよね。ターミナルからお客さんまでは45分ぐらいで、15分点検しますので、そうね、11時出発でちょうどいいぐらいですかね。順調にいけばいい感じだと思います。会社の人との電話のやり取りと、お客さんのところに行ってチェックインチェックアウトのやり取りはさすがに動画に出してませんけど、それ以外は全部動画になってるから、もうこのチャンネルの動画見てたらもう働けるんじゃないですかね、トラックドライバーとして。免許さえ取れればやってることこんな感じですよ。リーファーは他の種類のは分かんないです。ドライバーも分かんないし、この間一回やりましたけどね、ドライバーびっくりしましたよ。全然違うんだもん。チェックインもチェックアウトもしないし、勝手に取って勝手に持ってってみたいな感じだったから、たまたまあれがそうだったのかもしれないけどね。あとはフラットベッドももちろん分かんないよね。あれは難しいからね。タンカーも分からない。タンカーもまた特殊でしょうね。タンカーは別の免許がいりますよね、確かね。なんか時間切れがどうのこうのとかね、やれ給油がどうのこうのとかね、誰が興味あるんだっていうようなマニアックな話を盛り込んでるんですけど、意外とそのシーンがね、視聴されてるってことが後から分かったりするんですよね。ねえ、面白いですね。同業の方が見てらっしゃるんでしょうか。もしね、トラックドライバーの方がご覧になってたら、コメント一言でいいんでいただけたら嬉しいです。本当にまだ運転し始めたひよっこ、独り立ちして2ヶ月ちょっとなんで、いろいろね勉強していかないといけない、ね、日本のトラックドライバーさんとかにもいろいろ話を聞いてみたいなと思うし、つながっていけたらいいですよね。はい、ここのインターで降りてラブズに行きます。下りだね、下りだね。よいしょ、減速減速。よい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 。本線から結構スピードを落としてきたんですけどね、やっぱり下りは怖いね。よし、
ここを左、よいしょ、ストップサイン、ストップサインだよ。はい、ピタッと止まるよ。はい、ピタッと行きましょう。右足、左足、右足、左足、よし、もう一丁。はい、あららら、こんなところで故障しちゃったの。おラブズまで目と鼻の先なのに、かわいそうに。ラブズとかね、大きいトラックストップはだいたい整備工場がついてるんですよね。そこまでたどり着けたらよかったのにね。よいしょ、いいよ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 。あんま前来ないで、あんま前来ないで、引っかかるよ。はいはいはい。ここのラブズも来たことありますね。だんだんあれですね、旅をよいしょ続けると行ったことあるところに何度も行くようになりますね。ここはなんか新しいラブズで綺麗だよね。空いてるかな。あれ、あ、反対側から入れるパターンだ。みんな逆向いてると思っちゃった。スッと入れたかったな。あんまり滞在したくないんだよな。じゃあ給油します。はい、ということで給油が終わりました。これからメンフィスの会社のターミナルに向かいます。結構給油に時間食っちゃいましたね。会社のターミナルに着く目標が午後1時だったんですけど、今の到着予定時刻を見ると午後1時17分となってますね。まあそれでも明日の朝の配達には影響はないかと思います。よいしょよいしょよいしょ。
合流します。入れてください。はい、ありがとうございます。明日の朝1時、午前1時の配達なんですけど、それが終わった後どうやら夕方にピックアップがあって、明日の夕方にミズーリ州に荷物を取りに行って、そしてそれをネバダ州に届けると。1700マイルぐらいのお仕事が次は入ってますので、まあこのチャンネルを始めてからずっとね、東側ばっかりだったんで、まあネバダまで行けばだいぶ景色が変わりますよね。西側のまた違った砂漠の風景がお見せできるんじゃないかと思います。そんなに時間食ったかな。まあ全部入れたんですよ、トラックのディーゼル、それからデフ、あとリーファーのディーゼルも入れたんですけど、並んでて前のトラックすぐ前に出てくれたしな、そんなに待ってない気がするし、ちゃっちゃってやった気がするんだけど、まあトラックの給油ってね、時間かかりますよね。トラック1回給油すると最低15分はかかりますね。前にやってる人待ったりすると30分40分は平気でかかりますんで、トラックストップってね、そういうとこが多いんですよね。だからちょっとおしっこ行きたいなと思って行ったとしてもね、30分40分タイムロスしてしまうので、高速道路にあるレストエリアが空いてるときはそっちの方がおトイレするだけなら早いですね。ウェイステーション3クォーターマイルと書いてあります。どこでやるんだろうか。クローズドって書いてありますね。はい、プリパスもグリーンになりました。ウェイステーションクローズドですね。なので通過します。はい、ここで高速を降ります。スローダウンしましょう。スローダウン、スローダウン、よいしょ。ここのヒュンダイは大きいですね。よいしょ。ヒュンダイは英語でハンダイって言います。ちなみにホンダもハンダって言います。だからパッと聞いただけじゃね、分かんないんですよね。発音がとても似てます、ホンダとヒュンダイ。よいしょ。アメリカ人の中にはホンダとヒュンダイ一緕だと思ってる人います。 笑っちゃいますよ。一時期ね、ヒュンダイがね、なんか富士山みたいなすごい綺麗なシェイプの山をバックに車が走るコマーシャルを作ってたんですよね。あれを富士山と勘違いしたアメリカ人はきっと多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、このチャンネルの動画でも何回も登場しているメンフィスのターミナルにもうすぐ着きます。この間の動画でね、うちの会社のターミナルの規模、大中小で言ったら中だよみたいな話した時もここだったんじゃないですかね。それこそトラック Vlog 始めたばっかりの頃、あれ1週間トラックの修理でこのメンフィスのターミナルで修理してたんで、その時ね、あまりに時間があってトラック Vlog のチャンネルをこうコツ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 作ってたみたいなありますね。いやーいしょー、下り、うっと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 、めっちゃ揺れるじゃん。はい、ということでターミナルに着きました。1時17分、おー予定通りぴったり。よいしょ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 、はい、もうどこでもいいんでちゃちゃっと止めてオフデューティーにしましょう。そして10時間のリセットに入りましょう。じゃないと今晩働けなくなっちゃう。頭から突っ込めるかな、ここ。
はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。今日はね、お客さんのところにはどこにも行かずという動画でしたけど、お楽しみいただけましたでしょうかチャンネル登録まだの方、ぜひ赤いボタンをポチッと押してくれると嬉しいです。そしてその横にあるベルのボタンなんぞを押しますと通知が届きますので便利でございます。はい、もうさっきシャワーも浴びちゃいましたので、あとはもう夜に備えて仮眠をしっかりとるということが僕の、まあ言ったら仕事みたいなもんですね。これね、前もやったんですけど、夜出発の時仮眠取れなくて夜中めっちゃ眠くなりましたからね。だから今日は今もうさっぱりしてるんで、朝4時から走るために3時半から点検とかしてますからね。だから本当はコーヒーなんか飲まないでね、もっと眠気を誘うようなことをしたらよかったんですけどまあ今運転気張り詰めてたのが終わって、パーキングしたので、ここからちょっとリラックスして、仮眠取れるように努力したいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。サムライダッドでした。 Be safe、 ご安全に。